3歳の男の子は母親の交際相手に熱湯をかけられて虐待死してしまった。そんな痛ましい事件がありました。そしてその大阪摂津市の3歳の男の子は虐待を受けていたという事実は周囲の人間も知っていた、母親も知っていた、周りの人間も知っていた、そう報じられています。にもかかわらず大阪摂津市の3歳の男の子は実の父親がその男の子を救うことができなかった、実の息子を救うことができなかった、離婚してしまっていたために親権を失ってしまい、離婚によって親権を失ってしまい、子供の息子を救うことができなかったために虐待されないことができるか、自分の子が
レンタカーなんかカーシェアのカレカレThank you.
失礼いたします。
先日フランスから日本人妻に対して連れ去りの逮捕